ああ、やばいよ、マジで。やばい。こんばんは。蹴りまくりっていうよりは、なんか、こう、赤ちゃんってお腹の中でこうやって丸まってると思うんだけど、この丸まってるのが、なんかこう、みたいに やるのか、なんかこう、動くんよな、中で。こう、みたいに その時に、もうお腹が、になんの。まあ、今もちょっと張ってるっちゃ張ってるけど、だからもう、足ももう、閉じてらんないよね。見る？よいしょ。もう立つのも一苦労だぜ。もうこの時点でって感じじゃない？いやん。まあいいか、お腹だし。わあ、ここまでかな。おお。ここをキュッて絞ると、なかなかよく見えるんじゃない？大きい。え、ツイッチってさ、おへそ出しても大丈夫かな？ちょっと見る。ここまで公開して、大丈夫かな？セクシーすぎて、ツイッチバンならん？ここの線がね、だいぶ出ちゃってるけど。ああ、萌さんの貴重なへそ出しルックでした。ザー 雨 ということで、まあそんな感じでね、そんな感じで。おー。あ、起きた？今ので。起きたね。おはよう、もこちゃん。まあもう帝王切開なんかなって思ってるのね。ここまで。ねえ、幾度となくチャンスはあったと思うんだけど、坂子が治る。まあ坂子体操もしてるし、まあ治んないし、もう本当にあと2週間。29に、一応入院して、30日に手術、帝王切開の予定なのね。いや、もしこれで今、坂子が治った時、頭が下になった時を考えて、こう、想像するとね、今までは、こう、普通にね、分娩、経膣分娩で自然で産みたいなーって思って、これも経験だから、やってみたいなって 思ってたんだけど、もともとの予定日は7月10日なのね。納豆の日。で あ、納豆の日覚えやすいと思いながら、まあ、納豆の日を待っていたんだけど、こんなにパンパンなのに、あと1ヶ月。まあ、今17日だから、7月10日ってなると、あと、1、2、3週間ちょい。あと3週間ちょいも、このパンパンのまんまでいる？みたいな 気持ちになってきて。いや、ワンチャン、早いとこ。このパンパンから解放された方がいいかもしれん、みたいな気持ちにはなってる やっぱ苦しい思いして、ね、下から産むよりは、ワンチャンこれ麻酔かけてお腹開いた方が楽なんじゃね？みたいな もしかしたら明日になったら坂子が治ってるかもしれないし、いや、まあ6月のね、その29の入院、30日の帝王切開の日まで、坂子のまんまだったらその日に生まれるし。ねえ、もこちゃん。どうなるかわかんないね。マジで神のみぞ知るっていうか、もこちゃんのみぞ知るっていうか、気分次第この子の。でもなんかもう本当にあと2週間切ってる。2週間弱って思うと、なんだか感慨深いですな。なんかちょっと前まではさ、6月の初めぐらい
本当最初の週ぐらいの時は、ああ、あと1ヶ月で、この妊婦生活も終わっちゃうのか、みたいな。なんかもうずーっと、この子と一緒に過ごしてきてたからさ、なんかちょっとお腹の中からこう、手放すみたいな感覚ちょっと寂しいなーみたいな。別にこの子がいなくなるわけじゃないんだけど、客私の中に入ってるわけじゃん。それがこう出てっちゃうのがちょっと、あーちょっと寂しいかもみたいな。この態度も感じられなくなっちゃうのかーみたいな気持ちはあったんだけど、今はそんな気持ち全然なくて早く出てきてくんないかな。もうしんどい。そのちょっと寂しいなって思った時に考えたのが、そう、例えばさ、生まれて、まあいいこともあるけど、親御さんと一緒に過ごしてるとか、姑さんと一緒に過ごしてる人とかで、お世話私がやっとくからあなた休んでなさいとか言われて、自分の親とかその義母に赤ちゃんを取られるみたいな感覚って、これはちょっとわかるかもしれないなと思って、うちの子なのに私の子なのにみたいな、なんかそういうの、なんかよくツイッターとかなんかネットの話とかで聞くじゃん。義母がわざわざやってきて娘息子の世話をしたがるみたいな、でそれを嫌がるお母さんみたいな構図ってよくあるじゃん。なんかそういうのを見てるとね、あ、そういう気持ちなんかすごくわかる気がするなみたいな。まあお世話してくれてありがたいって思う人もいっぱいいると思うし、でもそれが嫌だって思う人もなんかわかるなっていう気持ちになった、その時。なるほどなみたいな。ディズボとはまた違うのか、やっぱさこうなんだろう、やっぱネットの情報で溢れ返ってんのはやっぱ義母の話じゃない？よくそういう題材にされてるくない？そこはまあ家庭の、それぞれ家庭の形があるからさ、仲いいなら仲いいで預けたいし、義母だからといって嫌いってわけでもないし、もう義母大好き、もうお母さん大好きで、もうどうぞどうぞ預けてください、もう本当ありがたいですっていうオチもあるけどさ、なんかそういうお腹の中から出ていくのが寂しいなって思った時に、じゃあ実際生まれてこの子が自分のいないところで育っていくっていうのが悲しい寂しいとか悲しいとか思う気持ちってちょっとわかるかもなみたいな感覚になりましたという話です。旦那ちゃんと交代交代でお世話しようねみたいな話になってるから、まあどうだか分かんないけどね、それは生まれてからリズムが出来上がっていくまでちょっといろいろやってみようかな。その辺の生活リズムとかね、チャレンジしてみないと分かんないから、二人で模索していきますわ。あ、どうも、妊婦なんですけども、私新ママさん、新ママさんの新って新しい、え、違うか、もう新ママさんの新はシングルマザーの新かな、え、どうだろう、新ママって聞いたことあるけどどっちなのか分かんないな。私はシングルではないです、でもニューではあるまだ今はお母さんではない。頑張ってありがとう。あー、やっぱシングルマザーの略らしいよ。一人で子育てをするお母さんという意味です。結婚歴があってもなくても子供がいて一人で子供を育てていれば新ママに当てはまります。やっぱそうだよね、新ママなんですねって言ったら、あなたはシングルマザーなんですねって言ってるって思われちゃうから気をつけた方がいいかもね私も知らなかったからよかったね、ラッキーニューだと思っちゃった、シンゴジラとか新仮面ライダーのノリかなって思ってて違うらしいで、気をつけようみんな気をつけよう。これは一発見ですね、よかったよかった、ここで知れてよかったです。いいですね、今日は学びがいっぱいありますね。ということで続きやっていきましょう。今どこにいるかって、あの
だいぶ散策しました。だいぶ散策したねな。ほら見てここのえ、ちょっと待って、ゲルド行きたいのにさ、祠ばっかり解放してさ、やってないんよな。配信でやりたいなって思ってたから。で、はい、この辺もだいぶ解放して、もう地下もめっちゃ探索してます。まあ、地下探索はね、裏でバンバンやろうかなと思っててやってるんですけど。なんで私この馬宿にやってきた？音楽隊か？あ、違うわ。ちょ、待ち。あのね、そう、あの、強化したいなぁ、思って。ああ目にな、あと一個やりたいことがあってさ、あのね、写真撮ったねんな。魔物ミュージアムみたいなの作ろうとしてるやん。あやばい、やることも、次々にやることを思い出しちゃうな。里芋どこにさ、設置したらいいかわかんないって言ってたじゃん。里芋をさ、調べたらさ、まあ、ラピュタみたいになるわけですよ、こうやって。あっちだったわ。ちょっとこれも後でやりましょう。里芋はちゃんと調べないとダメだね。あ、これだな。確か。そのために取ったやつ。岩をね、持ち上げてるやつ。どうぞ。全然細部まで映ってないのに作れるらしい。えのき田さんは。お、あ、岩持ってない。よし、だだとできたな。ひゃぼー。そんな、のだめみたいな。やっぱ、ホラだから、ホラに行ってほしいか。飾ったよ。ひゃまん。今なんと。ひゃまん。岩持ってない。ひゃぱー。素晴らしきセンス。おー。確かに毛並みがまるで風に揺れているかのようだな。ほんと？すごいな。これ次何言われるんだろう？え、なんかさ、ドラゴン、三つ頭のドラゴンとかも言われるのかな？まあ、新種？お、天変地異でできた洞窟にて発見された新種の魔物、確かに。巨人なお肌に映えるカラフルな部屋は魔物界一のおしゃれさん。思わず触りたくなる。はい、そのお気持ち大変に共感いたしますが、犬や羊と戯れるようにはいきません。腕に覚えのない方は近づきませぬよう。シャリ取るの？いやよ、いやよは知らぬゆえ、見て、見て、学ぶが好きの道。いつでもご覧くださいませ。おー。なんかごもっともなこと言ってんな。知らないからこそが怖い。めっちゃお礼言われてる。うわ、なにこれ。忍び桃のスープ。30分！近づいても気づかれない忍びの効果レベル1。桃のエキスをベースに作ったスープ。癖がとても強く、好みが分かれる独特の味わい。え、桃の、何菓子を入れて薬じゃなくて食べ物になることなんてあんの？料理か。自家製調味料。あ、これを使えば料理になるのか。次は？俺にもっと人形作らせてくれないか。えのきだ、やる気もまんやん。ひきゃ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 。ダメージでも食らった？おお、そうだな。誰かが絵を持ってきてくれたらいいんだけどな。うん、視線が集まる気がする。お、ウィッタの絵は、ちょっと待って。グリオーク いける？マジ？等身大？うわぁ、やばすっごい遠いところから撮った写真。
こんなに精巧に作れるなんて、鱗の一枚一枚まで再現されている。あ、でも別に等身大ってわけじゃなさそうだな。さすがにデフォっぽい。デフォルトされてるっぽい。来たよ。説明してくれないんだ。そうか。これ持ち出すことってできんの？あ、人形があんなところに急いで戻さないと。あー、ダメなんだ。そうか。持ち出さないでください。ごめんなさい。そうか。じゃあちょっと一旦こいつをどうにかするか。里芋、多分あの滝の裏らへんなんじゃないかなって思ってて、あ、ちなみに無料で乗れるようになりました。漁船、これ作ってみるか。初めて。24個、まあ549個あるからいいか。あ、マジで地底探索しすぎたよな。なるべく真ん中らへんにつけて。すごっ、何これ。初めて作ったけどなんかビリビリするぞこれ。あ、魚いる、魚いる。あ、あ、すごい、ビリビリで、すごい。へえ、そうなんだ。ちょっともっとこっち、もっとこっちこっち。へえ、これリンクもダメージ食らうんちゃうん？食らわないんや。おっそ。おっそ。あー、これぐらいの距離だと、あ、一匹やられてる。あ、あ、あ、すごい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 。へえ。あ、あったあったあった。滝の中じゃなかったな、でも。おっそ。はい。ちょ、行かないで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 。あ、もうこれこのまま、はい。はい、どうぞ、漁船ごと。イェーイ。これは祝福。イェーイ。ジョチイヒガーのほこら。よっ。ジョチイヒガー。おぉ。ちょう、じゃ、じょ、じゃんたらちゃちゃーん。オッケー。やげるぞ、いくよ。やっと。助走すんのかな、やっぱ。これ、ね、開けただけ開けて、やってないからとりあえず祠はやります。てたー。地を滑るもの。まあ、当たった。ほう。まあ、ソリやな。え、なんか落っこちてきてたよね。おー、落っこちてきてる。あ、美しい。砂だ。砂は滑るでー。はいはいはい。間に合う？待って。はい。はいはいはい。まあ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 。余裕っすわ。こんなん余裕っすわ。なるほどね。あ、砂ってやっぱあれ？あ、沈んだりはしないけど、めちゃめちゃスタミナ食うって感じか。ふむふむ。これは？これはつかない。ああ。
まあこう、え、これだけで進む？進まないよな。こうしてっ扇風機があるからこれつけて頑張ってリンク。よし、はいはいはい、真ん中真ん中なんか全然真ん中じゃないけどまあいいか、これでいけるんじゃない。ボン、もういけるいける。んで、向こう行きたいよな、あの宝箱。でこのまんま行ったら終わっちゃうもんね。うん、これ落ちちゃうよな多分な、ここ侵入したら。よ、曲がりきれるか。あ、なんか無理かも。あ、なんか無理かも。え、多分ね真ん中についてないのがだいぶ悪さしてる。なんかちょっと待ってうん、ここのヘリにえ、よし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 、そう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 、いけるいける、これいける、これいける、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 そう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 、あー、だいぶだいぶマリカーみたいになった。あ、完璧か。あ、なんかあ、あ、おい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 、行かないでね、行かないでね、行かないでね。オッケー、あんま嬉しくないな。よっ、まあこの形を作れば砂の上でもスムーズにいけますよっていう、このゲルド地方ライフハックみたいなのを教えてくれてるってことやな。ピロピパーン、こんにちは。カラカラバザール、サバーク、ん、サボった、借り立てだよ。おお、はいはい、あ、ラストワンですよ。ラストワン賞もらえる？バーサーク、バーサークだった。ゲードの街からやってきたおしゃれな洋服屋さんですよ。ほう、これでも1個しかないよ。ボイのお客さんには入手困難だった。ネッサの鉢金が買えちゃいますよ。うちのお洋服は見た目も素敵な上に暑さもしのげる。あ、暑さね。色違い。それは言ったな。買っていただければゲルドの人も知らないとっておきの秘密を教えてあげちゃうんですけどね。ほう、ください。450、まあ買えるっちゃ買える。わさー、あ、ゲルドの地方では珍しい男性用の防具、額にはめられたサファイアは氷の力を宿しここちょっと冷たく、冷えピタみたいなもん。いただきます。ラストワン、お買い上げいただいたので、お秘密、実はお買い上げいただいた鉢金はネッサのシリーズの一部で、他に片当てとズボンがあるんですよ。でも買える場所がちょっと特別で、ギルドの街にあるシークレットクラブでしか買えないんですよ。懐かしい。でその場所ってのがファッションパッションっていうお店の裏で、え、あ、よく考えたら坊やはゲルドの街に入れないんでしたね。お、すいません、今の忘れてください。おー、まあいつも通りやな。やっぱりあれだよね、ゲルドの町に入るには、あ、ちょっとテリーがいる。ゲルドの町に入るのはやっぱり助走しなきゃいけない感じだよな。すごく暑いです。いや、こんなところでお会いできるとは。 OK、 あ、頑張りカブト、いいよいいよいいよ、あざっすテンション高すぎる
放題見てみるか。あ、井戸もあるぞ。あー、もう途中に気になるものがあると入っちゃう。カニだ。おえ、ホラーの絵なの？うわー。もったいねえか。でもこれしか。わ、これしかない、今武器、掘削できるの。終わった。終了。爆弾花もさ、もう全然、なくなっちゃって。どうにかしないとね。あ、ちょっと今、ちょっと今ないんです。ちょっと今ないんです。ちょっと今、マックストリフ。今、掘削できるものが、なくて、退散。退散。はい。岩がなくて、今。あ、こんにちは。うん、写真で足止めされてる口。ほんといつになったらやむのかしらね。私、デグード橋に落ちてきた遺跡の調査をしてたんだけど、昼間は酷暑、夜は極寒でお肌ボロボロだったから、せっかく休暇を取ってエステ受けに来たのに。はぁ、写真でゲルドの町に行けないってどういうことよ。あ、ゲルドの町に。そうか。エステしに行くのか。おっと、危ない。また眉間にシワが。早くエステ受けないと眉間にシワが刻まれちゃう。ああ、いやでも本当に言うよね、この笑いじわもそうだけどさ、もうずっとこうおでこにこう眉間にシワ寄ってたらここが癖になってシワになっちゃうとか、あとおでこ、こう、うんってこうここに横線のおでこのシワ、私も最近できてるんだけどさ、もう年も年だからこう横のシワが癖ついちゃうから、あんまりこう、うーんとかしない方がいいとかさ。でもさ、驚いたりとかびっくりとかしたらさ、うーんってなるからさ、目、うーんってなるからさ無理だよね、そんなの。シワができるからあんまり表情を動かすなみたいな、あるらしい。アローマさん、でもさ、リンクがエステ受けたらちょっとバレちゃうんじゃないの？あ、眉間にシワが。タバウマ。え、なんかすごい美味しそうじゃない？スイーツバクバク食いてー。そういえば、ブレスオブザワイルドだとここの上に。伝説のオカマちゃんがいたような気がするんだけど。はい。おっ。あ。普通の女の子だな。そろそろ気温が下がってくる頃だな。ん？いやー、素晴らしい肉体をお持ちで。おいおい、ここはバザールの灯台だぞ。一般人が勝手に。ああ。まあいいか、せっかくここまで来たんだ。この景色堪能していくといい。写真を見下ろせる場所はカラカラバザールではここだけ。ジルバ。バジルだな。バジルはおしゃれ用語ではないと思うけど。登れないか。ここなら。あー無理。あっ、砂塵を見よう。砂塵を。あー、なるほどね。あそこから吹き出てるやん。なるほどな。あ、あ、おおお、出てきてる。プロドラ。爪集めないかんかね。あそこ。あ、多分解放してるわ。なんかね、この辺ほらあるかなと思って行ったんだけど、
なんかね、やっぱ砂塵でね、たどり着けないよな。だから一旦諦めといてるんだよね、今。え、多分ね、あっちね、あそこね、馬宿だと思うんだ。あ、OK の盾、一応取っときますか。まあ、あいつらやろな。お、リト。はい。いや、こんばんば。うん？あ、すまん、ここでの生活がちょっと、バカし、長くてな。ギルドコのサバサーバーって言葉と混ざっちゃったね。こんばんば。最近変わったアイスも出てきたんだよね。ボッタとかサーバーとか。あ、そうなの？流行り？流行りなの？あ、君も砂塵で足止めかい。ハイリア人は飛べないから大変だよね。飛べますけど。ギアで。上に行けば行くほど薄くなる。うん、なるほどね。うん。ギルド砂漠全体に砂ぼこりが舞い上がってるだろ。それが砂塵だ。砂塵の中じゃ視界が悪いだけじゃなく、コンパスも狂っちまう。そう、地図もね、見れないんだよね。このオアシスはこの上昇気流のおかげか、砂塵の被害はないし、僕らリト族は砂塵の、うん、めっちゃ言うやん、それ。砂塵の上の上飛べますけど、俺みたいな。ああ。めっちゃ言うやん。サボナーラ。もうお前名前ネギマじゃねえかよ。食われそう。こんにちは。はい。サバサーバ。サバサーバ。どうした、見慣れぬ青年よ。我が輩たちは世界初のゲルド族公認になる予定の男性ボーイキャラバン隊。このジェンダーレスの時代に千年もゲルドの町に行きたいのかね。ボーイキャラバン隊。ああ、我が輩たちはゲルドの町との交易を夢見る商人仲間なんだ。ああ、ちなみにボーイっていうのはゲルド語で男を指す言葉だ。このぐらい知っておかないとゲルド族の皆さんに受け入れてもらえないぞ。我々はどうにかゲルド族に取り入ろうと長年ここに居座り、めんどくせえ、やっと少しばかりの信用を勝ち取ることに成功し、うん、この西門の見張りを手伝わせてもらえるまでになったんだ。それまで門番の槍が頬をかすめたこと、数えきれず、旅人にすら変質者に間違われたこともあったな。うん、やり方がな。ゲルドの町はここをまっすぐ行ったところにある。ゲルド族によるゲルド族のみの町、つまり我々にとっての。いや、やっぱそうですよね、ユートピアなんだ。ああ、大丈夫、声がでかいですよ。ゲルド族の皆さんの心象が悪くなったらどうするんですか。シャマンロブしたつい。ああ、というわけでだな、ゲルドの町は男子禁制の掟があって男性は入れるのだが、言われると入れるのだが、いろいろ本当は彼女たちを助け、ボーイキャラバン隊の心を分けるなってこと。そしてなんか俺も来るからだね。我が輩たちではまっすぐ進むことすら無理だった。はいはいはい。今はこのオアシスを守りつつ彼女たちの懐に入ろうと狙っているというわけだ。ふんすってことですな。あ、なんだこれ。何？ボトス。いいだろこの弾。古そうで高そうだろ。リンク腰いっちゃう、その持ち方したら。ゲードの町に古いもんを調べてるやつがいるらしくってよ。町に入れたら詳しいやつを探すんだ。俺っちょんだから欲しいなら自力で探すんだ。くれない？めっちゃ欲しそうに見るやん、リンク。ボトスのこの目の開き具合めっちゃ怖いんだけど。カッて開いてる。ダメ？うん。そうか。ダメか。ダメか。
ゲルドの町にも入れないのかな。あん見えました。もか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 も、あ、見えないです。一瞬見えましたよ。見えたよね今。ほこらビューン。はい、ここ。あ、でもゲルドの街っぽいぞ、マップ見る感じ。まあここよな、知ってる。ここにあるの知ってる。向かっていけば行けるんかな。なんだあれ、変なキノコある。キノコ、ん、宝箱いっぱいあるけど気になる。サーバー、サバサーバー、あ、サーバー。危ない危ない。また先輩に若者の言葉使うなって叱られるとのことがあった。かわいい、こんちーみたいな感じ。うーん、先輩から武器をおしゃれに飾れって頼まれたけど、キラキラで熱い情熱を放つデコって何言ってんのかさっぱりわからないよ。先輩は魔物アレルギーだから魔物素材は使えないし、一体何を飾れば。なんか参考になるような武器でもあればいいんだが。どういうこと？え、待っていい？おい、何をしてる？誰だ？これはうちら兵士の配給品なんだ。サジのせいで物資の供給が不安定。はいはいはい。もう一回言って。キラキラで熱い情熱を放つデコ。あ、あー、はい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 。キラキラで熱いといえば、サファイアなんだけど、そんなルビーだわ。サファイアは青か。こんな高価なものを武器につけて渡せというのかえ。はい。しょうがねえな。こんなのどう？はい。じゃーん。ほらほら。やっぱそうなんだ。今の武器よく見せてくれないか。それならもしかして。おお。なるほど。ルビーをこうやってくっつけるのか。はあ。え、君はスクラビルドができるの？これなら私でも作れる。え？ナイスデコを見せてくれて、サクー。サークサークが、サクーになってる。これは俺だよ。ああ。今の時間帯は魔物が多く、普段なら外に出ることは勧めんが、そいつでデコった武器の威力を試すのはちょうどいいかもしれんの。これは？ああ。ダメか。なんだこれ。こんにちは。ふーん。嫌な予感がすんだよな、これ。コルギ。コルギ、なんだろう。ギルコ。ギロ、ギコ。わかんねえや。何の文字だろう。マトリー。なんだこの岩。いくらつついても全く崩れん。気持ち悪いな。ああ。シュパン。ああ。砂が流れてるから。なるほど。つかめないのか。人が下にいるのに大丈夫かな。違うらしい。飛んでみるか。はい。届く？あ、届くわ。はい。なんもない。なんかさ、つぶつぶあるよね。ああ、うん、別に関係ない。あ、なんだろう、わかんねえや。サーバー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 、うん、
またハイリア人か。先に来た商人たちと4枚といい異常気象の中たどり着いたことを褒めてやるが、はあ、このカラカラバザールから南エリアは今砂塵に覆われ視界が非常に悪くなってるんだ。得体の知れない魔物の目撃情報もあるし、うん、ああああカラカラバザールへようこそっていう話だったな。とりあえず分かんないからゲルドの町まで行ってみる。多分リト族の兄ちゃんの話だと上からなら行けんじゃねって思ってる。でも行ったところで追い出されるのがオチ？やはり。おー強ーい。よレッチュゴー。あー地下からつながってるのか。なるほどな。このまままっすぐよー。これ上から見たら見えるのかな。あー見える見える。なるほど、キノコはあそこにしかないのかな。あなんか遺跡がありますね。あえいっぱいあるよキノコみたいなの。え上空って入れるんですか。リト族はいやリト族はゲルドの町見放題なのでは。いいんだ。あどうもほこらにダイブ。ソリオタン2号のほこら。明かり花つけときます。これでなくならないはず。なくなるんかな。どうだろう。埋もれた光。ほーん。ポイーンってして風で。あ、持つ持つでもいいのか。へえー、ああでもちょっと。風で砂を削ることができるのか。へえ。え、じゃあワンチャンあ判定がシビア。え、じゃああのキノコも風でどうにかできるみたいな感じかな。砂でできてるんだったら。なるほどね。砂は風か。学びがありますな。うん？ん？あ。え、めっちゃこっち向きそう。え、めっちゃこっち向きそう。ホエッチできるかな。いけたー。これ鏡かな。はいはいはい。よっあどうも。えこれあ鏡だよね。やめます。扇風機持ってくるか。よいしょー持ってきたよー。多分あそこのあのここのところに光当てろみたいな話だと思うんですけど。こっちのが楽？楽だなー。なんかバレた。ああ上昇気流ね。はいはいはい。これは久しぶりの使い方。はい。
りあえず全部はっ砂をのけるか。おー光っている、まぶしい。なるほどね、はい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 、なんもないんかい。これをえこうすると、おー光出る。へー、別に光の中に入れちゃえばいいのか。反射角はあんまり考えなくていい。鍵、鍵は取ったけど、うるさい。空箱、鍵だけか。そういうこともある。でこう、はい。なるほど。おお。あーそこじゃねって話な。ここじゃねえの。宝箱。ああ。わ、奥があるやん。はーい、どうぞ。怖っ。びっくりした。敵が埋もれてることなんてある。宝箱ない。これ？これが宝だと言い張りたいのか。あーそっちね、はいはいはい、そっちね。はあ、ああ、ああ、あれ？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 なんかあったっけ？風力増す、2個なら増すみたいなあったっけ？いけそう？いけそうじゃない？よし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 。ああ。これもね。ああ。持ってる。ああ。頭よ。なるほどね。どうやって扇風機を上に持っていくんだろうって思ってた。うきのやちゅ。そうですか。ルビーにしてくればよかったのに。そうですか。まあ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 。特につまずくこともなく、スムーズにいったんじゃない？ボンボビボビーン。ああ、ハートも増やしとかないとな。いらない。まあでもまあチリツモチリツモチリツモですから、消費アイテムは。さて、うん、お昼あずいね。さっきもらったこれ、うん、なくなってるわ。うん、多分このまんま行ったら怒られちゃうよね。いやでもルージュ様なら俺のこと分かってくれるよね。あでもなんか砂だらけになっちゃってる。こんにちは。あ勝手にこのゲルゾ族の長の日記を手記が書いてある。今日ビューレより何やら不穏な報告を受けた。ほうハイラル城の地下から正体不明の正気が湧き出て、それに触れた者たちが病に伏せってるという。
ハイラルには我が戦友のリンクとゼルダがいる。あの二人なら問題を解決してくれると思うが、新たなそして残念な報告が飛び込んできた。リンクとゼルダが行方不明。信じがたい現象の数々。一体何が起こっているのだろうか。無事だろうか。我がゲルドも突然の災いに襲われた。不意に現れた殺人が町や周囲を覆ったため、民を地下に避難させたのだが、ほう。原因調査で殺人に向かった我らは、謎の魔物の群れ、ギブドの教習を受けたのだ。ギブド。わらわの発言したばかりのイカ槌の技は、焦りのせいか魔物に当たらなかった。え、ルージュ、何、イカ槌の技を発言したの？ゲットしたんだ。町まで逃げ戻ったもの。多くの負傷者を出し、事態の全容もつかめぬまま、族長としてみんなに申し訳が立たぬ。ルーシューまだ幼いのに。地下の居住区に通じる隔壁は強固だ。いかなる魔物でも突破は叶わぬだろう。地下に豊富な水源があるのもは幸いだ。しかし水路からの侵入は警戒せねばならない。お、水路から侵入できるぞ。念のため玉座裏の穴も蓋をしておこう。お、玉座の裏から入れるぞ。このまま落ち込んでいても何も解決しない。地下街はビューラに任せ、イカズチの技を修練しよう。北の遺跡ならば町からそう遠くない。何より鍛錬に集中できる場所だ。鍛錬。ゲルドも世界も不安は山積みだが、今わらわらにできることをやる。それだけだ。我が親友ゼルダでもきっとそういうはずだ。彼女とリンクの無事をウルブーザ様に祈ろう。え、普通にゲルドの町入れたってことで OK？ もうお砂で住めないから。普通にゲルドの町入れたのか。昨日雇ったら湧いて出てきた。なんだこいつ。こいつがあれ、なんだっけ、アギトじゃなくて、足腰弱いな。どんくらい食らうんだろう。怖っ。硬いかも。攻撃はそんなワンパターン。キモ。今強いベッキー。え、硬くない？雷が効くってことかな。氷は？氷どう？あ、氷結構効くくない？待って。あ、ちょ、え、体力めっちゃある系か。ギブドか、アギトじゃなくてギブド。誰もいなくなっちゃったんだ。こんばんは。あれ、砂ざらし。うわー、もう誰もいないやん。ざらしー。あ、ちょ、大丈夫大丈夫大丈夫。いいです。じゃあ、玉座の裏から入ってみる？あ、ギブドいるやん。やっぱ。やっぱ。火力高いので叩いてもそんなに食らわない？状態異常が強いってことかな、やっぱり。あー強い。雷はどうじゃね、新顔。あ、なんか白くなる。あ、凍って白くなってるんじゃなくて、状態異常で白くなってんのか。
でその時に攻撃すれば打撃入るよみたいな感じかな。まだ分からん。お水は？お水パシャーン、パシャパシャーは。あ、ぽいかも。だからチュチュゼリー売ってたのか。わあ。工事発注書、床穴の修理。うん。あ。なんか見てはいけないものを見てしまった気がする。あ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 。そ、玉座から入りたくない？あ、っていうかこっからあるじゃん。こんにちは。チーザー、聞こえるか？こんにちは。すいません。おお。シェバ。こちら異常なし。ん？な、ボーイ、砂塵から逃れてやってきたのか。しかしここから先はギルドの民の地下街。悪いが、ボーイをこの扉の先に通すわけにはいかないのだ。ボーイ？おお。ああ、言葉がわからぬか。ボーイはギルド語で男という意味だ。悪いが我らの掟でな。ギルド族は成人するまでボーイと交流できないんだ。ん？どうした？なんか異常か？おお。ああ、ボーイが迷い込んできた。おお。何？ボーイだと。ああ。心配しなくていい。連絡用の覗き穴にも届かない小さきボーイだ。うん、なんかな。みんなからボーイが見えることもなければ、ボーイがみんなを見ることもないだろう。うん、なんかな。本来はゲルドの町自体にボーイが足を踏み入れることは許されぬ。踏み入ってきました。しかし今は非常事態。お地下街にさえ足を踏み入れなければ立ち入りは許可してやろう。砂塵をしのぎたいなら、地上の家屋で休むがいい。ああ、それは許されるんだ。よっ、はっ。見えます。見えます。これなら。すみません、見えるかも。見えるかも、これ。バッチリ見えるかも。ボーイから、バーイが見えるかも。あ、ルビーの武器作らされた。あ、なるほどね。そういうことか。で、右側に、あれ、なんか、訓練施設みたいなのがあったはず。あるよね。まあでも何にもないか。あ、いや、なんかあるぞ。弓だー。はい。あ、ここになったの？あ、いろんなところから入れるな。うんうん。まあ一旦玉座から入ろうぜ。入る場所から違うのかな？分断されてんのかな？玉座の裏から入れるって聞きましたが、これか？え、これすごい。これ、砂ざらし、パトリシアちゃん像なのでは？石像なのでは？あ、でも、ここより、ああ、手前にはいけない。これ。もらうもらうもらう。そんなのもらうよ。いくらになるんだ。えい！ 20!10 がかける2になって感じか。でかー。よしよしよし。入ってみよう。水バシャバシャ。うん。なあ！あ！やべ！ボーイだ！ボーイがいるぞ！捕らえろー！あ、あ、あー、何も見えられる、見れず、何も見れず。見ることができない。どうなってんのか。あ！あ！お！イベントっぽい。ボーイはギルドの街に入るのを起きて！即刻立ち去るのだ！
あ、そうやって動くんだ。待て。あれ、ビューラか？こいつ。おお、ビューラだ。久しぶりだな、ハイラの剣士を。構わぬ。え、許可が出た。この者は族長から町に入ることを許可されている。町の備品も好きに使わせて構わない。みんなにも伝えとけ。おお、ビューラー、久しぶり。なんか、ゴテゴテになったな、装飾が。この砂塵の中、お前がはるばるやってくるとは、よほどのことがあったのか。カクカクしかじか。あの砂塵の中をよくここまでたどり着けたものだ。砂塵は少し前に突然発生していな。砂漠に現れた魔物ギブドの群れに調査隊を当てひどくやられてしまった。ギブドどもは地上の町にもうろつき始め、ゲルドの民はここへ避難することに。町を守る者として情けない限りだ。故にお前の姫探しに協力したくとも今は難しい。なんか北の方に鍛錬に行ってるって言ってたの。オッケー。あ、え、普通にゲルド入れた。ビューラーピンクのズボンなのめっちゃ可愛くない族長ルージュの傍らに控え支える屈強な戦士。かつて町を訪れたことのあるリンクとも面識がある。よかったよ、ビューラーがいて。備えている巨大な両手剣は力の象徴として威圧感を放ち、兵士を束ねる者としても厳しく振る舞うが、ルージュを気遣う際は優しい表情も見せる。でもその剣もちょっと錆びついちゃってんね。あ、ボーイ？おお、ねえねえ、あなた特別なボーイなんでしょ？おう、特別だぜ。だからここにいても兵士さんに捕まえられないんでしょ？そうだよ。なんで特別なの？ほら、ティクル、ボーイと話すんじゃないよ。わしゃ先生のところで習ったろ。成人前のバイがボーイと話すと災いが降りかかるって。ボーイとなんか話してないもん。前が見えないから誰かわかんないんだもん。あかわいい。あ、そこのボーイ、さっき言った通り町には掟があるからね。町の出入りは自由だが、うちらの秩序を乱すのはやめてくれ。ダメ、考えてることやっちゃダメ。考えてることやっちゃダメ。やりたい、やります。怒られるかな、怒られるよな。しかも相手は女の子ぞ。あ あ, あやべ。お、貴様、なんだその格好は。フラチモの目、さっさと服を着て反省しろ。やべ、牢屋に入れられちゃって。でも牢屋に入れられたことによりハイラル人と出会えてる。なんだこれ。いや、え、いつの間に。わびすけ、え、君のことは知ってますよ。ここからずっと見てましたから。え、そうなんですか。ここどこですか。君、男ですよね。なんで普通に居住区の中を歩けるんです。ゲルドの男子禁止の掟ってかなり厳格で有名なのに、許可が下りるとか君は何者なんだい。僕なんて敷地内にちょっと顔を出しただけで牢の中さ。言い訳する暇さえなかったよ。僕は単に妻のペディと娘のアクレットの顔が見たかっただけなのに。でもあんまり大きな声じゃ言えませんが、牢屋に入れてくれたおかげで娘の姿が見えるので辛いというよりはむしろ嬉しいですね。でも娘の姿はよく見かけますが、妻の姿は一度も見ていなくて。ゲルドの町の服屋で働くって言ってたんですけどね。娘なら何か知ってるはずですが話しかけられないし。エディ、アクレット、パパはここだよ。ゲルゾ族と結婚して子供産んで、妻と娘だけゲルゾ族、ゲルドの町に戻ったってこと。夫を置いて。あ、なんだこれ。なんかあるな、これ。写真撮っとく。
なんかありそう。服着ないとダメか。そうか、パンパンにしようじゃん。こっちの方が露出度高いのでは。これなら、これなら OK。 ダメ、話は服を着てか、ダメだって。しょうがないな。ピッタピタでいきますか。ああ、おお、オッケーオッケー。もうこんなところに戻ってくるんじゃないぞ。そうか、上半身着ていないとダメなのか。気をつけないとな。へい、あ、いらっしゃ、え、男の人、お、ファイリア人じゃん。変なことしたらダメよ。本当なら男ってだけで追い出されたり牢屋に入れたりするんだから。はい、話は聞きました。まあ変なことしない限りはあんなことにならないと思うけどね。あは、うん、あ、エステ、はいはいはい。アローマさんのフィンガーテイクは最高なんだから。私も最初はお客さんだったんだけどハマっちゃってお手伝いさせてもらっている。私はリーズナブルの見習いのオルイルちゃんのエステも好きだけどね。まあ、お値段が安い分効果が安定しないみたいだけど。へえ、なるほどな。ボーイなのにエステしてくれるんですか。まあ後ででいいかな。娘ちゃん、あー、ここに出るのね。気が散るわね。ああ、この子あれじゃない、ひんやりメロン食って水道に流してたやつじゃない。うん、はあ、あ、そう、よく覚えてる。うん、結構覚えてる。うわー、高い高い。対処効果、でも今頭の冷えピタで賄えてるからな。うん、マッカラ、メガボーイか。めっちゃ見られてる。ボーイ用のアクセサリーを作る機会なんてめったにないから、はっりきって作らせてもらうよ。なるほどね。ボルドラジークだって凶暴でしょ。大丈夫かな。ああ、まあいいかな今は。あと4機。お、あれ、さっき写真撮ったやつがここにある。サーバー、サーバー、ロティーン、あなたが噂のボーイね。ハイリア人のボーイは考古学って興味あるかしら。お前か。こう見えて私は考古学者で、最近やっとこの秘跡を解読したの。すごいやん。聞きたい。ああ、パトリシアちゃん邪魔。まずこっちの左側の石碑にはゲルドを守るし七英雄その姫ごと6つの石碑にたくさん。ゲルドを守りしハイラルじゃなくて。あっちはゲルドを守りし七英雄七つの力を結びしは真の英雄って書かれてるの。ああ、うんうん。私たちゲルド族は遥か昔から英雄様を信仰してきた、うん、英雄様はゲルド族を守り導いてきた存在だと伝えられているけれど英雄様について書かれた文献はあまり見つかっていないわ、うん、英雄様には謎が多くて七体で祀られていることもあれば一体だけポツリと祀られることもあって英雄は一人だけとも実は8人いたのではとも学者によってさまざまな意見に分かれてきたわ、うん、なるほどね。ああ、ロッキー全ての石碑を見つければもっと英雄様のことが分かるはず。お、石碑を探していた時に見つけたこの玉も何か関係があると思う。それを発表すれば私は考古学会のスターよ。いいね。でもまだこの2機以外見つかっていない。おおおおお、これは私の嗅覚が、
どうぞ。え？どうぞ。素晴らしい嗅覚だったのでは。ゲルドを守りし七英雄、その力七つの御霊に宿らん。なんか普通のこと書いてあるな。その力は何かに姿を変えて残っている。見たまってますか、この玉のことじゃ。それなら大発見よ。ああ地上にありましたけど持ってません。なるほど。サク若いのかな、テロロテイン。あ、そういえばえのきださんの娘ちゃんもどこかにいるのかな。恋愛の話しとる。へえ、牢屋にボーイいるらしいじゃん。ああ、写真に乗じて街に入ってきたボーイでしょ。ん、なんかネタあんの、うん、なんかさっきそこの棚に飲み物を取りに行ったらさ、アクレットって言葉が聞こえてきたんだよね。え、アクレットちゃんってペディンとこのベイビーでしょ。うん、ああ確かにあの棚の奥の方だもんね、牢屋。うん、もしかしたらペディの旦那じゃないかなって思ってるんだけど。うん、でもそれだったらペディが気づきそうなもんだけど。ああ、だってほら今さ、シークレットクラブで働いてて地下街にいないし気づいてないんじゃ。お、てかみんなさっきからかたくなにボーイと目を合わせないよね。まあ私も勇気なくて無理だけど。え、ちょっと待って、こいつ弾、あ、危ないじゃない。背もたれにしてるんだから触らないでくれる。うん、でもちょっと硬いんだよね。地上のバーのソファーが恋しいよ。ははーん。うん。いろいろありますな。チーザー。はあ、髪が黄色い。腹筋が足りない。確かにチーザの腹筋すごいな。バハイじゃない、本来ならボーイなんぞ通すわけにはいかんが、特別に通ってよし。おお、自動で開く。あー、覗いたところか。んじゃあ奥行くか。あー、なんかあれかな、対応してんのかな、位置的に地上と地下で。サバ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 、おう、うん、もう新部隊を制す、一戦に耐えうる部隊になるよう鍛錬の真っ最中。ああ、ギーブドね。ほう、奥で休んでる者もいる。A だと両手が塞がって盾が持てんからな。盾で身を守りつつ剣を振る。憲兵隊を新設した。へえ。ああ、やっぱ、雷でどうにかギブドを倒したって感じなんだな。あ、大砲じゃん。バレった。え、ぶっ放しちゃうところだったでしょ。はごめんね。あ、前イガナに囚われてたのって誰だっけ、忘れちゃったな。あ、やべ、その像はやべ。パトリシアちゃん、これはこの絵は別になんともないのかな。一応撮っとくか。サーバー、サーバー、 あんたが特別なボーイね。おお、あ、ハートの泉。写真貼ってある。うーん、あ、私の前のボーイもあんたみたいな人だったらよかったんだろうね。いや別にルージュを思ってきたわけではないんですけど。せっかく失恋から立ち直って前向きにボーイハントに行こうと思ってたのに、写真で出花をくじかれるなんて、きっと私にはボーイとこ縁がないんだわ。残念ね。この人が先生じゃなかったっけ。バーシャ、ゲルドのバーイたちに恋の ABC を教えてるの。
あなた心に決めた人はいる？まあ私はいるけど、リンクはいるかどうか知らんの。リンクどうなん？リンクいなさそう。いません。恋はいいものよ。すべてがきらめいて見えるわ。よかったらレッスンに参加してくれないかしら。街の中じゃ本物のボーイと触れ合える機会なんてめったにないからね。触れ合えるですって。あ、でもお昼は幼いバーイたちの時間だからさすがに立ち入り禁止よ。成人したバーイしかいない夜の授業の時にお願いできるかしら。何が行われてるんだろう。あ、こんにちは。サバ。うん。砂ざらしレンタルしてくれたのかな。してません。レンタルしてこなかったの。いやいや、まさかね。だってこんな砂神社、野生の砂ざらしを見つけるのだって難しいし。じゃあ歩いて。いやいや、そっちの方がないわ。ボイって冗談が好きなのね。砂漠の入り口にあるレンタざらし屋で砂ざらしをレンタルしたんでしょう。そんなものがあったんだ。それ私のママのお店なんだ。ご利用サークサークしてねー。レンタざらし屋ね。うんうん。こんにちは。こんにちは、ざらし。結構広いね。転職考えてる。これ以上何でしょうか。おお、普通に嬉しい。この砂も吹いたらあれかな、崩れる。あ、崩れるわ。どう？お掃除手伝いましたけど、ダメか。何も言われないわ。あ、これが七賢者なのでは。1、2、3、4、5、6、7。ねえ、なんかありそう。はい。あ、あ、これじゃん。欠けてるから。こうか。はめてあげて。おお。そんな文字のところがっつりいってるけど。これで読めるんかな。まあ、オッケー。とりあえず。こんにちは。ああ、族長様は大丈夫だろうか。私も追いかけて。いや、私は単なるパトリシアちゃん様の世話ばかり。ちゃん様。ん？しかし、ここを抜ければ族長様がいらっしゃる北の遺跡に出られるし、少しだけでも様子を見に。パトリシアさん様？ああ、失礼、あなたですか。パトリシアちゃん様は族長様の愛ざらしです。愛ざらし。特別な砂ざらし。へえ、お告げの力を持っている。しかし、天変地異以降、何やら不思議な数字を発されるようになり、長年おそばに仕えさせていただいている私でもわからないことが増えてきまして。パトリシアちゃんもなんか能力があるの？なるほどね。あ、一緒に行ったんだ。得体の知れぬ魔物が徘徊するこんな世ですので、御身が心配。砂塵を抜けては無理ですが、北の遺跡への抜き道なら行けるかと考えていたところなのです。このボーイが族長様の様子を見に行ってくれたら安心できるというものだが。ああ、行けって話か。なるほどな。こっから先は、じゃあ、ルージュに会いに行くための道だね。だいたいこんなもんか。この村は。あと、あれだな。
あ、やっほー。かっこいいな。本物？本物ボーイですよね。違います。やっぱり嘘ついた。恋愛教室で習った通りだ。こら、カラ、覚えて話すんじゃないよ。ちょっと妹のマキは見習いな。目を合わせてないからセーフだもんね。この子はマキア。あ、ボーイ。ゲルド族は成人になってからじゃないとボーイと話しちゃダメだ、ダメで。マキアめっちゃ美人じゃね？違うわ。カーラか。マキアは成人じゃないからボーイと話しちゃダメで。ま、ちょいと、孫はまだボーイになれてないんだ。用があんなら私が話を聞こうじゃないか。ごめんな。カーラめっちゃ可愛いやん。ほら。あ、強化リザルボンも取っとく？オッケーオッケー。取っとこう取っとこう。あとあれやな、シークレットクラブ行くか。あ、すげえ追いかけてくるんだけど。追いかけてくるくせに、見ないんだ。へえ。へえ、すご。へえ。かわいい。開けてもらっていいですか。うん。お、お。あ、なんかやっぱ別の場所に出る感じかな。あれなんだ。見つけた。ん？この手紙を読んでるあなたこそ運命のボーイ。おっと、罠か。私はあなたの運命のバーイ。この閉じ込められた世界から早く私を救い出して。あなたがすぐに私を見つけられるよう私は思いを届け続けるわ。大丈夫、私たちはきっと出会えるわ。だって運命なんだもん。キャリバン。流してるやつがいるな。はい、コローグ。あー、スクラビルドできないか。うわ、めっちゃ流してる。めっちゃ流してる。びっくりした、びっくりした、びっくりした。人だ。こんにちは。ボテンサ。あ、こいつあれだよ。リンクが、前作、リンクが女装した状態で話しかけたら、可愛いねって言って、靴くれたやつだよ。確か。この下から声が聞こえる。シークレットがどうとか言ってる。あ、ここか。ここはちょっとなんか柱があって気になるから上出てみる。なんもなさそう。あー、嗅覚。どうもこんにちは。あ、顧客リストよし、商品よし。ん？はすご。ボーイ、今扉は使えないはず。どうや。いや、お客さんの詮索はしないのがうちのルール。ああ、そうだったね。どんな手を使おうが、このお店に入ったなら誰だって歓迎するよ。うん。マジで不審者すぎる。ここはゲルドのシークレットクラブ。街でボーイ用の服が買えるのはここだけ。これだけ言えばなんでシークレットなのかわかるよね。こんな商売だ。お兄さんが何者なのかなんてのはどうでもいいこと。日陰者同士、これからもごひいきに。で、この子が奥さんかな、さっきの人の。バーサーク。ペリー。ああ。さっき驚いたよ。気づいたら目の前にボーイが立ってたんだからな。あ、びっくりしたおかげで、ぎっくり腰が治ったけどな。いいな。あ、実は私の旦那もハイリア人のボーイなんだ。娘が年頃になったから、ゲルドの掟に従って、娘と二人でゲルドの町に戻ってきたんだ。なるほどね。娘ちゃん一人では行かせられないから一緒に来たんだね、ペリーも。ボーイが町に入ろうもんなら、すぐ牢屋行きだって言ってるのに、最後までついていくってごねててね。わびすけ、今頃何やってるかな。
あんたも買い物が済んだら兵士に見つからないうちに町を出るといい。おい。ああ。おい。え、すまないの。はあ。え。あんたの夫来てるで。あれかな、夫の写真でも撮っとかないとダメなのかな。サーバサーバ。ああ。うん。フィニーを雇うかどうかかなり迷ったけど、今となってはなくてはならない存在。ちょっと。ああ、お、バリケードを外すか壁でも抜けない限りここから出られない。ああ、なるほどね。1200? これは？あ、スノーブーツ。はあ、雪上スピードアップ。砂上スピードアップ。こっちは厚さガード、厚さガード1300。たけー、たけー。強化した時になんかどうなるのかちょっと楽しみだなと思ってるんだけど、これは上着着てることになる。これ大丈夫かな、追い出されないかな。露出度結構高いけど。今回助走ないのか、リンクの。どう ?40? 強すぎん、壊れやすいのかな。骨ってやっぱり壊れやすい傾向にあるくない？不安定な形状のためすぐ壊れてしまう。壊れちゃうか。いざという時の一撃みたいな感じ。こんにちは。夜の部、始まりました。ああ。まだか。7時ぐらいからかな。待ってていいっすか？ 8 時からですか？8時からですかね。8時からかも。まだか。おっと？あ、これいける？あったなぁ。お、集まってきた。9時。あ、9時だよ、わしゃ。焦ってダメ。レッスンはみんなが揃って着席してからよ。はい。あー、来た。この子は？ネリッシュ。もう日が私のそばに、授業に集中しないと。ネリッシュ着席した。うん、ここは恋の学び場、関係者以外は立ち入り禁止よ。でも参加してくれるのは話は別よ。探します。はーい。はーい、皆さん注目。今日はボーイと一緒に実践レッスンをすることにします。このボーイと楽しくお話ししてみましょう。それじゃあ、はあ、ネリッシュちゃん、あなたならできるわ。頑張って。めっちゃ赤面してたけどな、さっき。どうなるんでしょう。あら。先生。無理です。かわいい。ボーイの顔を直視できません。大丈夫よ、落ち着いて。今回はここまでにしましょう。でもまずはその恐怖心をどうにかしないといけないわね。一度でもボーイと向き合ってしっかりお話しできれば。慣れるのも早いと思うんだけど。すごいなぁ。はあ、ごめんなさい、驚かせちゃったかしら。かなり重症だね。まあでも掟だからなぁ。彼女にとってボーイは絵や人形でしか見たことない存在なの。顔が隠れていたらまだいいのかもしれないけど、目を見て話すっていうのは早かったかもね。これに懲りずまた声をかけてもらえると嬉しいわ。ほほー、仮面つけろって言われたな今。これならちょっとワイルドさも出しつつ、顔は隠れてるからいけるんじゃないですか。はい、どうでしょうか。ね、わしゃ、ネリッシュちゃん、行きましょう。どうでしょうか、これなら大丈夫。
あ、これならお話できそうです。私ネリッシュと言います。得意な料理はいちごクレープです。え、めっちゃいいじゃん。いつかボーイに私のクレープを食べてもらうのが夢です。めっちゃいいじゃん。あ、はい、そこまで。おお、進んだ。まあすごいわネリッシュちゃん。料理特にスイーツを作れる場合にボーイは弱い。これからも料理の腕をしっかり磨いていってね。 あなたもサークサーク。恥ずかしがり屋のネリッシュちゃんの不安を和らげるために顔を隠して歩み寄る優しさ、とっても素敵だったわ。ありがとうございます。じゃあ次は大丈夫ですね。このまんまでも、うん、参加します。はい、お次はどなたですか？あ、プレステちゃん、プレスタちゃん。どうでしょうか。はあはあ、大丈夫か。プレスちゃん、どうした。ダメだ、ケーキ漬けにバーのあれでも飲まないと無理だ。大丈夫、無理は良くないから終わりにしましょう。お酒。あ、ボーイは頑張る場合の姿に胸を打たれるものだけど、頑張ると無理をするは別物だから。ごめんなさい、ちょっと怖がらせちゃったわね。なんだろう、お酒、バーのお酒なんて持ってないしな。なんだろう、あ、買ってくればいいのか。すいません、あの、レシピを忘れちまうよ。あ、もう一回言って。道具がなくて作れない。上にあるバーに行ってレシピを確認し、それを作って持ってこいなのでは。ほんでバーがここか。バーピュアラブ、オッケー。料理だ。料理だ。バター持ってねえわ。バターないんじゃないかな。また今度ですな。ということで今日はこの辺でおしまいにしますか。おもこもこが起きました。そんなに蹴んないでお願い。キュイーって引っ張ってる。あー、そうだね、もう寝ようね。オッケーオッケー。起きた、お腹の中で、よいしょーってやってる。あー、ちょっと痛いです、もう大きすぎて。あ、ちなみに体重は 2500g を超えまして大丈夫な感じなんですけども、まあそんな子がね、そりゃお腹でもぞもぞするとそりゃ痛いわ。ということでちょっとペリーね、ちょっと旦那さんに会わせてあげたいんだけど、ペリーの子もね、娘ちゃんもちょっと見つかってないから、その子見つけてからみたいな感じなのかな。ではでは、お疲れ様でした皆さん、おやすみなさい。またできる時に配信します。じゃあね、バーイ。